さんどうもこんにちは。よくかムープ主のミーです。いつもの輝く霊夢ちゃんだよ。いつもの常識人マリサだぜ。見てよ見てよ。あらなんとも言えない猫ねー。この猫前に見たことない？こんなしょぼんとした猫見たことあったかしら。前にめちゃくちゃ苦労しただろうが。苦労した。しょぼんのアクションだよ。ああ。そうです。以前初のダブル実況で散々苦しめられたしょぼんのアクションの 3D 版なんです。まさかあの鬼畜ゲーに 3D 版があったとはな。で、今回これに挑戦するわけね。そう、また頑張ってクリアしよう。そうね、やってやるわよ。うわぁ、今までと全然違う。よ、いらっしゃい。さいなら。これはこんな感じだよって見本のためにわざと。見本いいから進め。ああ、死体が転がってるじゃないの。ミスりまくるとそのうち死体の山になるよ。うぷ主ミスるなよ。とは言ったもののこのゲームはミスってなんぼだからね。あ、箱がゆっくり上に上がっていくわ。なんだ、何か落ちてくるのか。このゲームは何が起こるかわからねえから要注意だぜ。あれ、この箱はただ上に上がるだけみたいだよ。まったくそれならこの箱は何もないよって書いてあるといいのに。なんて親切なゲームだ。あれ、届かないな。二段ジャンプができました。持ちに速攻で引かれたけどな。ここでしっかりタイミングを見ればいいのよ。あ、眠眠。僕も寝るわ。ダメだ。土管の上にいるとアザラシが降ってくるんだね。ちょっとこれ明らかに届かない高さじゃない？こんな可愛さしか取り柄のない僕にどう登れって言うんだ。霊夢みてえだな。わかったぞ、このゲームの特徴を利用するんだ。おうおう、私ってば天才ね。お前じゃねえだろ。この明らかに向こう側にたどり着かせないようにしてる感じ。きっと隠しなんとかがあるはずだよ。へそくり、ブロックだ。言っておくけど僕は隠してないよ。知ってるわ。やっぱりこんなところに隠していたわねー。ここに登って飛べばギリ向こう側に着くね。はぁ、よし、あとはここからまた飛ぶんだ。落ちないようにね。何のこと？あ、あれは私の幻覚だったのね。バッチリ落ちてたぜ。あれ、前から何かがやってくるよ。な。うわぁ、なんだよこの猫たち。ひぃー、追いかけてくる。扉よ、扉に入りなさい。急いでー。めっちゃ似てるー。にゃ、バリバリむしゃむしゃ。怖え。さっき扉を開けようとしたけど開かなかったんだよね。あの扉も何か隠し要素がありそうね。ああ、どうするか考えねえとな。もしかして扉の後ろに道があったりして。道なんてなかーたー。わかった、この扉何かのボタンを押すんだよ。キーボード全力で構えておくわ。あ、開き方ひでー。ああ、ドアが開いてる。猫に触られる前に急いで入るんだ。あ、これ中間の旗だぜ。なんか小さな部屋みたいになってるのね。ちょっとこの旗取れないんだけど。ベッドの下で猫がお前のこと狙ってるぜ。あ、旗取ったら猫が消えたわ。やーいやーい、こっちだよ。今の季節にぴったりなストーブだね。意味もなくストーブが置いてあるなんて怪しいな。あれだけいた猫がすっからかんよ。が、は、僕が猫の王者だー。ストーブには要注意。これが猫の王者かよ。誰だ、ストーブの前でひっくり返ってる猫は。お前だよ。あら、この扉すぐ閉じちゃうわね。しかも向こう側まで結構離れてたよ。開けたらすぐ飛ばねえとな。あ、女子丸の早い。一気に飛ぼう一気に。よし行くぞ。とやー、あ、やっぱダメー。戻ってー。今だ、飛べ。おやー。あ、このゲームそういや二段ジャンプできるんだったわね。忘れてたせいでここ突破できなかったんじゃねえか。二段ジャンプありがたい。この二段ジャンプがあれば越えられない壁はないわ。わかったから無駄に飛ぶな。見事に何もない一本道でちょっと不安だよ。大丈夫。突然床が抜けたり上から何か降ってくるなんてことないから全部ありそうなんだぜ。この先道が二つに分かれてるよ。選ぶのはもちろん私のトレードカラーの赤よ。おい、これ完全にこのシーンじゃねえか。ぐえ、へ。ぐえ、へ。なんか言えよ。風には要注意だよ。慎重に。見てるだけでヒヤヒヤするな。うわぁ。はぁ、危なかった。思いっきり編集の力なんだぜ。いいわよ、その調子。すごいバランス感覚だね。まあ、僕の才能かな。さっき落ちてただろうが。おお、無事にこっち側まで来れたよ。さあさあこのバカでかい扉を開けて中に入りましょ。随分と分厚い扉だなぁ。しかも閉まったぜ。奥にもう一枚あったから速攻で開けるよ。開けー。完全に二枚の扉に閉じ込められました。どんな状態か説明すると、今この猫はこの状態なのよ。これ出れんのかよ。
ああ、見事に閉じ込められたな。どうやっても抜け出せなかったので、今度はこっち側の道を進むことにしました。あ、なんか透明の階段があるぞ。こんなのよく見ねえと気づかねえ。絶対ここが正解のルートよね。まあ今年最後でいい活躍できたかな。お前が見つけたんじゃねえだろ。堂々、僕浮いてるように見えるでしょ。今にも足場が崩れて落ちそうね。マジで落ちたらどうすんだ。ちょっと足場が透明でどこまで続いているのかわからないよ。とりあえず慎重に進むぜ。とりあえずここまで進んでこれたわよ。この正面の扉に入ってみようか。お、普通に開いて奥に部屋が続いてるぜ。なんかここ当たりっぽくない？やったー、ゴール。まだだよ。螺旋階段を降りてー。あ、さっきの扉ね。なんだこのバカでかい10円玉は。あ、これ私のお金よ、とか言って速攻で取ろうとすんな。じゃあ私のお金だ。もうこれお金じゃなくてでかいメダルだろ。何のためらいもなくもらっちゃうよ。なんて野郎だ。あら、ゲットできないわね。あ、ゲットしたんじゃない。これで10円が向かうぞ。こんなでかい10円レジで出されたら困るわ。ようやくゴール前まで来たぞ。いやー、結構長い道のりだったぜ。でもこのゲームはゴール前が一番怖いところよ。そうだな、油断しちゃダメだぜ。あれ、ゴールポストに触っても何も起こらないよ。そうそう簡単にゴールさせてくれないってことか。この先に進むしかないわね。また何かあるんだろうけどな。お邪魔します。死んだのか。ちょっと何がどうなってるのよ。ゴールポストの先にある建物に入ったら月面に来ました。ちょっと待って、まだ月に慣れてない。私たちもだわ。これってもしかして次のステージに行ったのかな？唐突すぎてついていけてないけどおそらく2面ね。この月一体どうやって攻略したらいいんだ。うわぁ、自分の死体と飛んでる。君かわいいね。気色悪い。こいつ自分に罵倒されたんだぜ。ねえ、ここどうやって進もう。諦めて寝ようぜ。そうだな。こらぁ。たまーにゴールできる運ゲーらしいぜ。よっしゃー、今日の運試しだ。うぷ主は一回でゴールできるかしら。それじゃあ行きます。今日の運勢、特に良くないだな。お次は私よ。やり直そうかしら。これが今日の運勢だよ。それじゃあ次はマリサ。みんな良くねえじゃん。じゃあ僕も。嘘。やったー、今日の僕の運勢最高だー。明日は最悪よ。走る速さは同じだが誰が一番速いかクイズだってよ。エントリーするキャラは上の4キャラね。誰が一番だろう。私はノコノコだと思うぜ。私はトゲゾウかな。じゃあ私は花ちゃんで。花ちゃんにかける。いけー。ノコノコ頑張れー。トゲゾウいけー。まだこの時点では同じだね。徐々に差が出てきたよ。これってもしかして折り返すスピードで差が出るのかも。より早く折り返せるかが大事なのか。やったー。クリボーもなかなか早かったわね。いやー、面白いレースだったぜ。他のキャラでも見てみたいね。僕が走ればもちろん1位さ。お前は応援だ。おお、いいねいいね。今回は一発で当たりを引いてやる。この3つの土管のうち1つが当たりなんだね。今回は真ん中と思いきや右端に入ってみるよ。紛らわしいな。さーて、ウプ主が選んだ右端の土管は当たりかな。やったー。外れだ外れ。一発で外れを引いてるじゃない。じゃあ真ん中だ。やったー。だから外れだよ。こうなったら左端しかないじゃない。やったー。全部外れじゃねえか。もう一体どこに当たったー。完全に土管に騙されてたぜ。あんなところに隠し扉があるとはね。これで今日の運勢は絶好調だね。もう何回も外れ引いたんだから散々だろ。続いてはマリオ世界遺産に認定のコースです。マリオ世界遺産、聞いたことないわね。一体どんなコースなんだ。いやー、ツタがー。ひー、お許しを。ツタがめっちゃうねうねしているよ。まるで生きてるみたいだぜ。なんかだんだんスパゲッティに見えてきたわ。こんなパスタ見たことありませんよ。この上に行ったらどうなるかな。こうなりました。すげー楽しんでるんだけど。いやっくー、ツタ超最高。こんなところに登ったのはいいけど、これ一体どうやって降りるのよ。どうしよう。どうすんだよ。結局やり直しました。いやー、存分にツタを味わえたよ。当分ツタは見たくねえな。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、
しょぼんのアクションみんなもぜひ遊んでみてくれよな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。